まあ、19年間こう日本に夏休み2ヶ月間雇用させるというプログラムをやってきたチルノブイリの竹橋の代表の野呂と申します。それで、まあ、私たちがやってきたことは1ヶ月間その被災した子どもたちを日本に預かって汚染のない空気、汚染のない水、汚染のない食べ物を食べさせることで健康を回復するというプログラムだったんですね。でこの海外雇用プログラムはドイツやイタリア、まあ、ヨーロッパで当初盛んに取り組まれておりますし、今でもまだ続いてます。チェルノブイリから27年経っても。で、まあ、それは中で、まあ、みちみち話させていただきますが、2011年3月11日に日本で、大きな事故が起きました福島県の。それでまだ事故が終わっていません。でこれは本当にですね、地球全体に対する迷惑を言わない災害ですね、地球的に。それを日本人が引き起こしてしまって、その当の日本人がそのことをすっかり忘れて、もう明るさ騒いでオリンピックが東京に来るとか放射の体に影響ないんだというような状態になっていて、今太平洋戦争突入当時の日本に戻ってしまった。でここにいるとそんなバカなと思うかもしれませんが、日本人の特性ですね、すごいやたらどうでもいいその重箱の隅をつつくようなことにこだわって、大きなことが見えない、地球全体に迷惑かけていることが今見えてないんですね。で東京にオリンピックが来たらお金が回ってまた儲けが出るとか、そういうことしか考えていない。太平洋戦争の時もそうだったんですけれど、国民がどういう迷惑を被るかということが考慮の対象に入っていない。で、まあ、今、まさに、秘密特定法案が審議されていて、5日、6日で強行採決されるんじゃないかというふうに言われているんですね。でもう本当にここにいる皆さんには祈ってほしいということと、それからもしメールができなかったら内閣府に、ね、ホームページで、ね、メールしてほしいと、もう時代錯誤も甚だしいということを、伝えてほしいんですね。で、まあ、何が原因なのかなってずっと私は考えてたんですけれども、原発の存在そのものがファシズムなんです。もうあれが来た時点で言っていいことと悪いことっていうのができてしまって、世界中の人がみんなそうです。原子力産業の不利益になるようなことは口をつぐんでしまう、日本人だけじゃないんですね。でそういうことが事故が起きない限りはなんとなく共存できる。で事故が起こってしまったらさぞかし原子力産業は衰退していくんだろうと思ったら、ますます、勢いを増してきてしまう。でそれはやっぱりマスコミがコントロールされていたということに普段全然気がつかなかったですね。今、原発の危険性を訴えてくれるマスコミやテレビ局は一社もないですね、日本の場合。それで東京新聞と中日新聞という系列の新聞だけですね、大手は。あとはもう全部報道しません。で秘密保全法も何かその中国と尖閣諸島の絡みでしか、その軍事的な秘密しかですね、危険性がない、そのために秘密が必要なんだってことを言ってるんですけど、現実問題アメリカと中国で尖閣諸島の上空の話は話しても終わってない。日本政府はもうお呼びじゃない。ジャルとアナはすでに飛行計画を中国に提出してしまったというですね、全くスルーされてるんですね、日本政府そのものが。そういう状態なのに一生懸命秘密が必要、秘密が必要、全部ただ漏れしてるんですね。でやっぱり本音が人たちはボロボロ出てきて、デモはテロだ、原発反対はテロだというようなことを流しています。これはですね、まあ、最初の話をしたら長くなってしまうので、ここですね、2002年東電の、トラブルを隠しています。でこのプルサーマル計画を延期と言いながら、まあ、この時福島県知事が、当時の福島県知事がすごい怒ってですね、絶対許さないと言っていたのに、まあ、事故の前の年ぐらいですか、冤罪をかけて、まあ、彼が執務室に戻ってきたらテーブルの上にものすごい高価な時計が置いてあって収賄だと思って、まあ、引きずり下ろされてしまったんですね。そういう不足なこといっぱいやるわけです。でその事実だけを聞くと、まあ、大手のテレビがすごいとやるわけですね。そうするとあの人はこうダークな知事であるという
ね、回復することができない。小沢一郎さんも鈴木宗男さんも、まあ、そういう政府に逆らえるような議員さんが気がついたらみんな議員生命をですね、もう絶たれ、小沢一郎さんなんかもう発言する機会もほとんどない、言えば何でも罰信されるような状態だし、鈴木宗男さんは立候補する権限すら与えられていない。だから彼のなんとなくイメージを利用して賄賂を受け取ったんでしょ、秘書が口利きしたんでしょという、でもその口利きをしたという裁判の中ですね、その口利きをしたその日、その秘書さんは脳梗塞で入院していた。口利きなんかできるわけないんだってことを裁判で言ってるんですけれども、有罪。福島県の佐藤雄平知事も、賄賂ゼロ円の有罪なんです。そういうことがこの原子力関係できるんですね。これはなぜ泣いてるのかって言ったら、皆さんに申し訳なくて泣いてるんじゃないんですね。見つかってもうプルサンバル延期されて儲けが少なくなって泣いてるという状態で、この状態で未修理のまままだ行く、次お願いします、修理して稼働するわけじゃないんですよ。でそれを許してしまったから私たちはこういうことが起こって、この松本市長さん、杉野屋、先生、今松本市長さんなんですが、チェルノブイリで小児甲状腺がんが多発したときに、松本先生、杉野屋先生は信州大学の医学部 の, あの教授の全て辞任して、そしてチェルノブイリに出羽女市に5年間ですね、ボランティアで子どもたちの手術に行かれました。でその、まあ、本当にすごい大変な時を彼は言ってたんですけれども、これは2011年の6月の記事なんですが、ここに書いてるんですね。もう放射線が強い汚染地から子どもの集団移住を学校単位でやるしかないというふうに言ってるんです。それほどひどい汚染なんですけれども、もうこの記事を出たが最後ですね、チェルノブイリを救援していたお医者さんたちも、みんな口を閉ざしてしまっている。この先生だけなんです。あと他に何人かの先生がチェルノブイリの子どもたちの甲状腺がんの、警告、指導してるんですね。そういう先生たちが一切口を開かないという状況になっています。次お願いします。これは、がんが増えないというふうに言うんですけれども、これは小児がん病院ですね、ベラルーシの。でこの写真は、チェルノブイリ20周年の時に、まあ、劇団満場者かという茨城の国際交流の劇団が慰問に行ってくださったんですけれども、もう子供で抗がん剤治療を受けている子供たちの、ところにいた本なんですけれども、子供がなんでがんになるのか、それが私たちの中で、異常に思ってこなかったというか、日本の中でもやっぱりこれはですね、核実験の影響であるとか、いろんな農薬のこととか、いろんなことがあるかもしれないけど、もうこの子たちはチェルノブイリ2世とか3世とかなんですね。でそれでもやっぱりそういう生まれながらにしてもう命を受けて、もうすでにこういう状態になる。でお母さんたち、お父さんたちはですね、その自分の気持ちを、ポジティブに保つことができない。でこの普通は病室に入れないんですが、入って元気づけてください。これ人気の劇団なんですね。実はベラルーシで初めてじゃなくて5年ほどに行ってるんですけど、どうぞ子どもたちを元気づけてください、私たちでは子どもたちの笑顔を引き出すことができない、自分が笑顔になれない、毎日ずっと励まし続けるということが不可能で、だから本当につらいんだって言ってお母さんたちの方が泣いちゃうんです。私たちを助けてほしいというふうに、本当に子どもの苦しむ姿を見るという大人にとっての一番の苦しみで、今福島の人たちは何て言ってるかというと、子どもたちががんになったら私は付き添って一緒に戦うっていうふうに言ってるんです。本当にそのがん病棟、子どものがん病棟に行ってずっと一日中子どもが元気に出るような笑顔でなんかいれないです。本当に想像上の物事を簡単に考えていて、だから私は逃げないって決めた、一緒に戦うとか、戦うべき相手が間違ってるんですね。それは戦ってない、今戦ってない、そういう、環境にあるということですね。次お願いします。これは、汚染水です。これ本当に恥ずかしいんですけれども、こっちの
発から流れてくるその汚染水をブロックするためというか、コンクリートの囲いがあるんですね。でオリンピックの時はその囲いの中に汚染水を閉じ込めることができていると言ってるんですけど、この黒いのは何なんだって言ったらですね、こっちの方に汚染水を入れてるタンクがあるんですね。そのタンクからタダ漏れしてるんです。でそっちの方の遮断できてるって言ってるんだけど、こっちは垂れ流ししてる。この、海のすぐ50キロ離れたところで、いわきのですねハワイアンセンターで踊る若い女の人たちを連れてきて海開きで海に入れてるんです。 PR これは本当にハレンチなことというか、トリチウムとかね、わけのわかんない放射能がいっぱい入ってるのに、まさか50キロしか離れてない、ところにそういう女の子たちを入れて大丈夫だよっていう宣伝に使っています。次お願いします。でこれがその汚染水のタンクなんですけれども、まあ、突貫工事で作っている大慌て ですぐひび割れてくる。それからもう一つ、なぜ汚染水が漏れるかというと、放射能の一つの働きとして物をものすごい錆びさせる、酸化させるという作用があるんですね。ですから20年の寿命があるものが半分になったり、もっと短くなったり、もろくなったり、ここのタンクのそばに立ってたら30分で死ぬ。だからここで4000人働いてたのが今はもう半分以下に減ってるよって福島の人が言ってるんですね。ここで被爆するよりは除染作業といって土を除染する方の作業の方がまだ被爆量が少ない、同じ被爆するんだったらそっち行くって言って、こっちからどんどん人がいなくなってくるわけですね。とこういうような構造上脆いところが一番先に錆びてきて、まあ、おそらくこれ2年半になる前から相当漏れていたと思います。次お願いします。でこれが何が起こったかというと、やっぱりメルトダウン、メルトアウト、なんとかなんとかって言ってるんですけど、もう原発の底を突き抜けてどこまでめり込んだか実際もう確認することもできない、この想像なんですよ、わからない。でこの水は福島の山から流れてきてる、実は川なんだけど、昔この原発を建てるときに地形を変えて地下水に見えるようにしたって、これは地下水って言わないんですけど、山から流れてる水で止めることができないんですね。そうするとその水がすごい汚染されてるっていう、こういう図なんですが、果たしてそうなのかどうなのかわかんない。この状態が多分1週間以内に起こっていたろう、もう本当は3、4日で理論的には燃料棒がこうむき出しになった時点でもう溶け始めるので、おそらく相当早い段階になっていたんですけど、国民に通告しなかった、それはやっぱり私は許せないっていうか、まずこういう時に一番しなきゃいけないのはチェルノブイリの教訓として子どもたちを外に出さない、それから溶素剤を飲ませるってことが一番大事なんですね。それから無料の外出を避けるっていうこと、第一次ブルームというか、第一次ブルーム、第二次ブルームってあって、3月15日と3月20日にものすごい放射能が出たんですね。その時はもう国民に外に出るんじゃないっていうふうに言うべきだったんですね。次お願いします。それを言わなかった。でこれは、突然これちょっと順番間違っちゃったんですけど、これは何が起こるかっていうと、これから日本に起こることはですね、アメリカが TPP をすごいやりたがってる、アメリカは日本が TPP をやりたがってるっていうふうに言ってるんですけど、基本的にはアメリカの大企業は TPP をやりたがってるんですね。でこれは日本に何が起こるかというと、これはカナダなんですね。でこれカナダ人の人が家を追い出されてホームレスになって教会に並んでるんです。でそれはやっぱりカナダは日本と同じ高齢化社会が来るということで、相当早い段階から移民政策をしているんです。だから中国であるとか韓国であるとか、そういう国の人たちを移住させて若い労働人口を入れてるわけですね。そうすると肝心のカナダの人たちが失業してしまう、安い労働賃金で働ける人たちを入れて、彼らは言葉を覚えるのが早いですから、まあ、英語なんてすごい簡単なので、そうすると本体のカナダ人が失業して家を追い出されてこのような状態になって、おそらくもし TPP が始まったら日本もこのような状態になります。高い一番儲けが出るところっていうのは人件費のところなんですね。もう削れる部分はコストになる、コスト削減して
ですから、日本の経済が TPP が来たと同時に、まあ、こういうふうになる、それから日本の皆さん、あのタイにいる皆さんびっくりするかもしれないけど、経済特区っていうのを作って外国人のお医者さんが日本人を見れるようになる、まあ、それはアメリカのお医者さんですね。それからアメリカの保険会社を使って、保険薬を買うようになるとかですね、準備がもう始まっていて、アフラックが友情のがん保険の代理店なんですね。もう日本生命とかやりたいって言ってたのダメダメって言ってて、ある日突然アフラックがやりますっていう、そういう発表をして、日本のマスコミは一切報道しなかった、あの否定報道はしなかった、やりますよという告知ですね。で次お願いします。でこれが中国に書かれてしまったというか、日本はよく中国のことを人権侵害してるとか、いまだにテレビで言ってて、自分の国のことはさておいて何言ってんのとか思うんですけれども、ゴジラっていうのは第五福竜丸の時に、あの時水爆の実験をアメリカがよくやっていて、その水爆の実験の影響でできた怪物という設定なんですね。それでそのゴジラを使って、まあ、中国はこういう目が3つであるとか、目が3つの髪とか、手が3つの髪を描いて、まあ、先生の垂れ流しをこう皮肉って出されちゃってるんですけれども、次お願いします。でこれが、トゥルームの話ですね。こっちの欧州平泉と、それから栃木群馬ルートですね、栃木まで行きました。それからこういうふうに関東上空をなめて東日本全体に強い放射能が流れてきました。次お願いします。これが詳しいかな。でこれは、20日の日にもう関東が相当汚染された。この時にやっぱり悔やまれますよ、本当にね。人口が違うんです、自分の国と。ですから集団、その占領をかける人口で集団被爆力というのが出てくるわけ。とチェルノブイリの方が低いとか高いとか、今がチェルノブイリの10分の1っていう嘘の宣伝なされてますが、人口が多ければ多いほど抵抗力の少ない人の人口も、抵抗力の低い人の人口も多いわけですから、大変なあの被爆をした人数がいるわけですね。だから被害はもうチェルノブイリを上回る。まさかこんな東京まで行くと思わなかったっていうのは、そうでしょっていう感じなんですけども、一番悲惨だったのはここ欧州平泉が事故なくユネスコの遺産登録もされたということと、それから栃木の日光もものすごい、それから那須の塩原もものすごいホットスポットになったんですけども、あえてそこに小学生を修学旅行に行かせてる。だから私の知ってるお母さんのお子さんは本当にかわいそうなんですけれども、日光に行くときに座ったりする、座らせたりしますよね、あの汚染されたところの上にね、アルミホイルで座布団を作ってもらって、やっぱり友達と一緒に修学旅行に行きたいから。でそのアルミホイルが一体どれだけ放射能を遮断できるかわからない。でも直接座るより言うように、汚染されたものの上に座ると生理が被爆するんですよ。だから本当に成長途中の子どもたちにそんなことさせていただくんですけど、運動不足ですね、直ちに影響はないということを、これは犯罪なんです。次にこれは、ごめんなさい、これは15日ですね。でこれ15日の爆発の時にやっぱり相当濃密に、まあ、最初の初期の被爆が出たんですけれども、私たち医療相談会をやった時に15日と22日、まあ、21日関東圏の人たちが、あの300人ぐらい、トータルで500人ぐらい医療相談やったんですけど、一斉に話を出してお医者さんにあの相談を取られたので、鼻血が出る人っていうのは鼻の粘膜が弱い人で、あのだけじゃないんですけれども、鼻に放射性物質がついたという証拠ですね。でそこからあの放射性物質が血液 の血管の中に入っていた、そういう、もう全体の体中に放射能がぐるぐる回っちゃったところなんですけど、お医者さんは知らないで、日本のお医者さんが入っているということですね。次お願いします。でこれは農産物の放射能汚染マップということで、このエリアから出たものが全部汚染されてるわけじゃなくて、ある人が汚染が出たところを全部こうチェックを入れてる、そういう地図ですね。
で赤いのは100ベクレル以上の汚染物質が出た。100ベクレルっていうのは何かっていうとですね、放射能、まあ、このこれをこう量としたらですね、どのぐらい入ってるのかっていうのが100ベクレルなんですね、あのベクレルなんですよ。でこの100ベクレルっていうのは事故前はドラム缶に入れてあの管理してたものなんですね。100ベクレル超えるっていうことはそれが、農産物となって私たちの体の中にこう入ってくる状況にこれだけの面積が、汚染されてる。黄色っぽいところは50ベクレルですね、のものが出た形跡のあるというふうにお願いします。でこれは椎茸なんですけれども、キノコというのは菌で、すごい集めるんです。自分は動けないけど菌は動くので積極的に集めて、キノコで汚染されたキノコが出ている地域は汚染されている。つまりですね、政府は汚染地図を発表しないけどキノコが汚染地図を作ってくれているわけ。これはこの地域の子どもたちの健康調査をしなければいけません。で、シイタケの汚染のレベルというのはですね、例えばその野菜だと50ベクレルあったら高いなとかね、100ベクレルあったら高いなというけれども、キノコの場合は2000ベクレル、2万ベクレル集めるわけですね。でそれを秋に子どもたちにシイタケの季節といって食べさせていく、そういうですね、信じられないことをやっているわけですね。もう本当に犯罪のレベルになってます。ただ放射能っていうのはすぐ影響出ない、本当にわからない。ただ敏感な人をお腹壊して下痢したり、まあ、吐いたりするぐらいなんですけど、普通はそんなにすぐには出てこないんです。次お願いします。でこれは、まあ、何度も言うように関東のですね、まあ、3年で止まったんですね。だから群馬県、それから、高崎市とか、でこっちは東京汚染されてないかのようになってますが、これは実はモニタリングなんで、航空機なんで上からダーッと舐めてるだけなんで、こっちを拾えてないんですね。でしかもセシウムだけなんで、これはちょっとインチキなんですけど、次お願いします。これガンマ線の空間線量で、今日ちょっとややこしい話しますが、空間線量と土壌線量があるで、ガンマ線というのは結構計測、まあ、離れても計測できるので飛行機の上からザーッと舐めたんですね。だけどセシウム137と134で2種類あって、134というのは減っていくし、それから雨が降って土の中に潜っていったら、ね、空間線量が下がって表面的には下がったように見えます。それから今日本政府がやってるのはそのモニタリングポストっていうのを置いてるんですけど、そこに1枚かませて数字を下げるということになってます。で空間線量を測る意味っていうのは放射性物質の効果量を測る。よく写真で見たことあると思うんですけど、なんかこういうこう測るものですね。であれで空間のもの、空間1メートルで測るんです。次お願いします。でこれが、アメリカ軍が飛行機で舐めてるやつですね。次お願いします。でこれは汚染されてないところというか、まあ、先ほどここら辺ぐらいまで汚染されたのに、よりによって汚染されてない地域にまでこの汚染された瓦礫を運んで燃やさせた。だからお母さんたちが逃げたところをどんどん追っていくわけですね、放射能が。最初は北海道に持ってくるとか言ってたんですけど、まあ、本当に私たちも強行に持ってくるなんて人間じゃないとか北海道の人たちも頑張って反対したんですけれども、まあその燃やしてるときはみんな健康被害出て大変でした。でこの放射性物質っていうのは絶対燃やしていけないんですね、付着してるものを。でこれは国際的な取り決めにもありますし、チェルノブイリではそれを燃やしてはいけない、拡散してはいけないっていう原則がある。この二原則を燃やすことで拡散してしまう、もう本当に、罪深い、それからとても恥ずかしい。世界中の科学者が笑ったのはそのこの瓦礫があるとしますね、まあ、流れ着いた何か、でここに放射性物質がついてるんですけども、こうあの外側カウンターでこうやってほらこのぐらいだから大丈夫と言って燃やした。これはありえないだろう、あれだけの原発の中から爆発が起こってるんだから摂
シウムだけじゃなくてストロンチウムやプルトニウムとかコバルトであるとかもっと危険なものが付着している可能性があるから分析をしなくちゃいけない。それをやらないで政治家が測ってほら大丈夫って言って燃やしたっていう恐ろしいことをやってるわけですね。で世界中の、まあ、特に旧ソ連の科学者なんかは見るに耐えない。どうして筑波の科学者が出てきてやらないんだと出動させないんですね。次お願いします。これはもう関東が危ないっていうのはこれは千葉の汚染水の話なんですが栃木の山も汚染されてたんであそこの汚染された山から水道を引いてるところ関東全部ですね汚染されてます。だからこれはチェルノブイリよりも早く水が汚染されてる。今チェルノブイリの人たちは地下水を飲んでるんで27年前の放射能が今地下水に到達しそうと言って騒いでる。こっちはもう事故からわずか1年2年で水が汚染されたそれを飲んでいるということですね。すごく、まあ、そのレベルが 0.1 ベクレル未満事故前は 0.1 ベクレル未満だけれど、まあ、今数字が上がってるわけですね。だけどそんなごく微量だから大丈夫と言ってもですね人間の体の 70% は水でその水が汚染されていくそれがちょっとだんだん蓄積していく危険性というのを考慮してないんです、ね、だから、それがどういう症状で出てくるかというのがもうほぼバラバラなんです。次のやつでこういうことを書くのが産経とかね現代とかいわゆるおじさんが読むスポーツ新聞だとかもうエロい記事と一緒にこういうのを書いてくれてるんですね。そういう新聞しかもう書いてくれなくなっちゃう民間現代とか。これがチェルノブイリ原発事故のあと石の棺って書いて石棺っていうコンクリートと鉄で慌てて覆いを作ったんです。でチェルノブイリ事故っていうのは原子炉がバーンと爆発して上空2キロ5キロまで火柱が上がるようなそういう事故だったんですね。でそれを10日間で炎自体は鎮火できました。その代わり十数万人の若い人がこの原子炉の開いた口に走ってですね石灰投げ込んだり、銅の粉を投げ込んだり砂を投げ込んだりしてそうやって止めたんです。でその後口が開いてるので蓋を閉めるためにこれをした。だから空間線量自体は1ヶ月で下がってる。ところが日本は半年以上空間線量高かったんですね。で2011年 の、 放射性物質の効果量とそれから今年ですね3月に降り注いでる放射能の量ですねそれが2011年の秋レベルのものがまた3月に降り始めている。でそれは文科省のホームページかなんかに載ってるんですけど政府が危険性を警告しない場所に吸い上げてものすごい汚染されるんですね。で福島と東京の汚染のされ方は違います。で福島は、まあ、ある意味自然が豊かなので山や草やそういうものが放射性物質を吸着してくれる。で東京はそういうものがないんでビル風でいつまでも放射能がこう回ってるんですね。そうすると何が起こるかっていうと人間の吸い込む放射性物質の怖さは東京の方にあると思います。濃度は福島の方が濃いけれど恐ろしさは福島にあるんです東京の方にあるんですね。ビル風でいつまでもぐるぐるぐる回ってる。だから東京の私も喉を痛めてしまったのは東京でお話し会をした、まあ、東京とか横浜でお話し会をしたら咳が止まらない。でこういうものを燃やして空気として放射性物質を出すということと肺を膜ということがまた拡散になる。だからこのペチカは小さな原子炉と呼ばれていて私たちが放射能カウンターを近づけるとやっぱ 0.16 ぐらいに上がるんですね。次お願いします。でもまあ向こうは貧しいからできない。これは消防士さんが最初火事だと思って駆けつけて2週間で亡くなった方なんですね。でその原子炉のそばでものすごい高レベルの放射性物質を吸い込んで遺伝子が完全に破壊されて体の細胞が、作れなくなってしまった、子どもたちは私たちが受け入れても全然分かんない。その子どもたちの被爆の症状は分かんないんですね。でトランプやってて急にトランプをパッと投げてもうやめた疲れたとかゴロゴロしたり
最初はロシアの子の性格なのかなとか全然分からなかったですね。だけど何かちょっと違うよね。それは例えば転んだ時にかすり傷が治らない、1ヶ月ジュクジュクしたままだったとか、何か食べる量が少ないとか、みんな何かおかしいんだけどよく分からない。それでベラルーシに行ってお母さんたちにこう100人以上のお母さんたちに聞き取り調査したら、子どもたちはみんなこういう症状をですね、5つも6つもひどい子だと10も抱えてるわけですね。だけどこれはチルダムリエイズといって病名がついてない、日本風に言えば不定収束という病名がつかない。だけどあっちが痛いこっちが痛いというのは、それはどういうことかというと更年期の女性ですね、だんだんこうホルモンが変わってきて体調がおかしくて関節が痛いとか物音が悪いとか、ああしたこうした心臓が痛い、腎臓が痛い、まあ腎臓は痛むところじゃないんですけど腎臓の周辺がすごい痛んでくるとか、そういう子供なのに背が伸びないとか、鼻血はしょっちゅう出るし、まあ、頭痛はする。だからチェルノブイリの子って言ったら鼻血が出るっていうふうに私は思ってたんですけれども、日本のお医者さんたちが出ない出ないっていうふうに堅くなに否定するんですね。で次お願いします。それは、まあ、日田先生というお医者さんが言ってましたけど、原爆を受けて広島の被爆者を見た唯一の生き残りの先生がおっしゃってましたけど、内部被爆っていうものの研究を日本はアメリカ軍から禁止されたと、当時偉大に公電で伝えられた。原爆の後遺症を研究してはいけないという通達が出て、それがまだずっと残っている。だから内部被爆の研究とか放射性障害の研究をしている先生は広島と長崎にいて、その先生たちは病名ついた子どもたちを日本では治療してあげることができない、医療保険入れないから、そういう子どもたちをドイツが全部お預かりして医療プログラムでやってあげたんですね。検査してあげたり治療してあげたり、それはナチスのお詫びなんですということで、私たちが20年前に救命入った時はナチスがさ、どんなにひどいことしたか、この村のこう村民全部を集めて焼き殺したとこ見に行こうとか見てほしいとかみんな言ってたんですよ。私はそんなの見たくない、あの嫌だよって言ってお断りしてたんですね。それはあなたたちの気持ちはわかるけど、私ちょっとそこまで、あの自分が放射能の被害だけでももう気持ちを受け止めるの大変なのに、そんなあのそんな大変な話を聞いたらもっと辛くなるって言ってお断りしてた。20年前はみんな怒ってたんですね。だから森の中にナチスを生まれて逃げて、マイナス30度の森の中にみんなが隠れて、そこで出産した、そこで生まれたっていう人もいるんです。それぐらいその残虐だったんです。ところが今はドイツの悪口を言う人は一人もいません。ベラルーシ、それは子どもたちをものすごいたくさんですね、毎年9万人とか10万人とかを汚染地域の子どもたちを受け入れて、みんなボランティアして医薬品を援助して、クリスマスになったらたくさんのプレゼントを送って本当に援助してるんですね。ところが日本っていうのは私たちは全然戦争で悪いことしてないよって言って、まあ、言い訳ばっかりしてるんですね、議論ばっかりしてる。でも実際に本当に日本兵に殺された人がいる地域ではやっぱり覚えてる。そういうところに本当に心のこもった援助をしてきたからっていう、ただお金だけくれてやって向こうの政府高官が、それをその地元の人たちにちゃんとためになることをやってきたかって言ったらやってないわけですね。たった20年でドイツは本当に戦争の償いをして、イタリアもそうなんです。ドイツ、イタリア、日本で、私が行くところはなんかドイツとイタリアと日本でね、三国軍事同盟みたいで嫌だなって言ったら、本当だお前のところも一緒だったんだから、あの戦後保障だなんて冗談で向こう言ってくるんですね。へーって、それぐらいにやっぱり世界の人たちは日本はドイツと一緒のファシストの国だった、だからファシストの戦争の、あのところを見に行けとも言うんですね。行きたくない、私が救援に来てんだからって言ってずっと断り続けて出たんですけども、話しちゃいました。センチ、15センチとかちゃんとそれで土を取ってどこ何が入ってるかを分析した地図なの。その地図が未だ日本で公表できない。だから私は国会議員の人にそれを環境省にやるように言ってくれって言ったら
いや実はそれに準じた地図はあるんだって言って、じゃあ見せなさいって言うと見せない、大体合ってるからいいんだって言って国会議員に見せない。官僚がそんなことを見せる見せないっていうふうに判断すること自体おかしいじゃないですか。で先生それ出してもらえるかな、それ出したら大変なことが起こる。何が起こるかっていうと、不動産の価値の下落でしょう。国としてあのベラルーシの汚染地図を3年後に公開しなければいけない、あの時にゴルバチョフさんに直訴した科学者がいるんですよ。3人で本当に自分たち殺されてもいい、当時ですね、殺されてもいいからこれは国民に公表しなければいけないと言って、あの科学アカデミーの大きい会議の時にゴルバチョフさんが来た時に3人の科学者があの地図を持ってって、何やってんだ、こんなこと国民にいつまで隠してんだって言って直訴したの。でその時にゴルバチョフさんが分かった、それじゃあベラルーシとウクライナとロシアにその汚染の研究所を作りましょう。で彼は彼らの命を奪わないであの地図を国民に公表したんですね。どうりで具合悪いと思ってたんです。今私たちがこの頼りにしているこの早川幸雄さんという人が作った地図は火山灰の動きを元にこうだろうという地図なんですね。土壌の実測の地図じゃないんです。でそれは全然生態系のあのことを考えていない。やっぱりちゃんと土壌の実測をしなければ水の汚染であるとか食物の汚染、それから何年後にその放射能が出るかっていう予測ができない。次お願いします。これは、3D にしたやつですね。でこういう、放射能の富士山が福島に出てるんですけど、私たちが雇用に呼んでいた子どもたちの汚染のレベルはこのぐらいなんです。関東レベルなんです。だ放射能があるかないかですね。ほんのわずか人工放射能が降っただけで子どもたちは具合悪くなる。じゃあベラルーシの方にこの、福島の数値はどう思うって言ったら、ベラルーシはもう当然立ち入り禁止ですからどう思うって聞いたら沈黙です。わからない、私もこんな数値のところに人が住んでるの見たことがない、そういう数値のところに200万人の人が住まわされてる、しかも健康でいられますよって言われて健康診断もされていない。でチルノブイリの10分の1ですよっていうふうに言われてる。でそれはなぜそういうふうに言うかというと原発からの放出量が違うというふうに彼らは言ってるんですね。でも一体全体原発からどのぐらい放射能が出たかなんていうのは東電の発表を聞く、信じるしかないわけですね。だけどそれは置いといて、ベラルーシの科学者の言い方で福島は密度の方へ汚染だった。次お願いします。でこれは30キロゾーンですね。で、0.23 マイクロシーベルト以下に下がらなければ除染してはいけない、そういう地形は除染してはいけないという法律がその除染作業員が障害を受けた反省からベラルーシではあって、今除染する人はフルアーマーという防護服を着て絶対放射性物質に皮膚も触れないような形で、そして訓練を受けた軍隊の人だけ、そういった放射能が流れ込まない地形のところだけホットスポットの方からやるという法律になっています。ところがですね、そういう体験を日本の科学者が聞いてこない。残念ながら東大の児玉先生っていう方が除染除染って言って除染熱が入ってしまったんですけど、彼自らも除染に行くわけです。原発の近くに。で、平服でやるわけですね。それで、まあ、ある映像を撮られたときに、児玉先生がもう、ボロボロだったんです。私はその映像を撮った人に、どうして児玉先生、あんなボロボロで具合悪そうだったのって言ったら、実は取材を断られたんだ。帯状疱疹が首にできて、もう自分は具合悪くて、とてもじゃないけど、インタビューを応じられない。もう、ぼっさぼさだったんですね。東大の先生がそういうベラルーシの女性の規則も知らないで自分の体張ってあのドカでやって被爆してる、そういうですね、学者としても無責任ですよ。愛情はありますよ。だけどやっていいことと悪いことがあるわけじゃないですか。自分の体を被爆させてまでやっちゃいけないし、そこに被爆することで被爆作業員が被爆をするんであれば、その地域の子どもたちをまず、前の写真ですね、
こういうお母さんがもう20年、7年経っていなくなっているかって言ったら、いなくなってません。ずっとこういうお母さんがいます。このお母さん自体が子供の頃を4人出てる、年代的に一番最初のですね、私たち20年やってますから、20年前あたりに小学生でどっかの国に及んでてもおかしくない年齢なんです。そうするとこの子は被爆2世なんですね。2世は本当に体が弱い、一回り小さいし、慢性病を持って生まれてきてるんです。今この汚染地域で生まれてこれる赤ちゃん、妊娠できる妊娠率というのは10人女性がいたら2人しか妊娠できない、出産できない。それはまあ8人はエコーとかいろんな問題があれば手術をしてるでしょう。それからそもそも不妊であるということ、それから10人中2人のお母さんから生まれてこれた赤ちゃんがほぼ全員心臓の弁膜症、不全症という、僧帽弁不全症という障害で生まれてくるわけですね、異常を持って。ところが子供がほぼ全員そういう障害を持って生まれてくるから、来年あたりからそれを異常という見なす基準を外すというふうに言ってます。つまり僧帽弁不全症を持っている子供が普通になる。だから、異常というふうに認めると保障がいろいろついたりするわけですよね。そういうものから外れていって、それが正常になって、正常の本当の何の異常もない赤ちゃんが異常になっていく。それぐらい逆転してしまった27年。これはストロンチウム の害と言われているんですけど、こちらの女の子は骨が柔らかい、それから骨の成長がおかしい、それから頭蓋骨が発達しない。でその汚染地域の中でこういう症状が出てきてはいるけれども、統計というのは10万人単位で異常が出て、それが優位か優位じゃないかという学問なので、そういう汚染地域の人口の少ないところでこういう症例が1つ2つ出ただけではそれが放射能のせいだと因果関係つけられない。でも私たちも前にお手紙いただいたんです、別の子から。頭蓋骨大きくなる薬ください。なんだろうこれ、頭蓋骨が大きくなるし意味は分かんないねって言って、で、まあ、このお戦地の先生に聞いたら、やっぱりストロンチウムのせいだと思うけど骨の発達の異常が起こっている。でこの子は IQ 普通だったんですね。だから1歳違いなんですけど、このお姉ちゃんの後ろを走ってあげて一生懸命行くんだけど、よだ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 してついていけない。でも子供の心はちゃんと発達してるから、一緒に遊びたい、一緒に楽しみたい、そういう中でこの子が頭蓋骨が成長できないことによってこれからどんな障害を受けていくか分からない、そういうですね悔しい思い多分していくでしょう。本当にですね治せないんですね、こういう DNA の異常なんていうのを。次お願いします。まあこれは、昼間でもこうちょっとおもらししてしまう、尿から放射性物質を発出しますので、腎臓であるとかそういうフィルターになるようなところも被爆にすごいんですね。子供たちもそういう膀胱がんみたいなのに増えます、強くなります。でこれは、まあ、先ほど言ったように汚染地域の中で健康な子供の割合が減ってしまう、これは徴兵に出れる子が3割に減ってしまう。汚染地域の中で8割健康男子だったのが、この3割しか行けない。だから行けてる理由しかったんですね。これ里子が送ってくれたんですけども、大変厳しい状況です。次お願いします。まあ、これそうですね。次お願いします。でこれが一番ショッキングなんですけど、まあこのまあ大体このぐらいですね。空間線量で言ったら年齢28人から385あったら、死亡率と出生率が1986年の中学生事故の後3年後ぐらいに確実に逆転してくる。でこれは国民に知らされてなかったんで、汚染された畑で取れたものをずっと子供も大人も食べています。だから、こういうふうになってきたんですね。次お願いします。で、これが国全体の出生率とその死亡率の逆転なんですけど、汚染地域では1986年の後2、3年後に逆転してるんですね。で国全体で逆転するまでにやっぱりタイムラグがある。で日本の場合は人口が多いからもっとはっきり分かってくるタイムラグがあると思います。で東京都なんかはこういうふうにきれいな形で出ないかもしれない、移動が激しくて。
だけどそれまでの間に、その異常に気づくまでの間に人が被爆してる。だから危険ですよって言ってもみんなが放射能だよまたっていうふうに言うんですね。ところがベラルーシでこの間聞いてきた時に、放射能恐怖症っていう、そういう放射能怖がる人は放射能恐怖症だよっていうふうに言うんですけども、実はそういう放射能の怖さを否定する人の方が重症の放射性恐怖症なんですよ、放射能恐怖症なんですよって向こうの先進の放射さんが言ってたんですね。でそれは怖いことを怖いというふうに思えない、もう完全に自分の心の中でもうそれはもう認知できなくなっちゃう。それぐらいですね、病的に放射能が怖い、そういう人たちの方がですね。でそういう人たちの方がどんどん被爆していっちゃう。それはで本当にいよいよ見つめなければいけないという時は、自分の体に症状が出てもそれでもそれは放射能のせいじゃないというかもしれない。それぐらい人間の脳にも直接放射能が影響を与える。体だけじゃなくて脳神経にも異常を出してしまう。